して気合は入れません。気合を入れるとやっぱ面白くないので。じゃあいきます。オープンビーチク、一応ニップルががっつり貼ってあるので、ビーチクは先ほども言ったんですけど、ビーチクは一切見えておりません。一応この状態で一応コンプライアンスを考えていこうとさせていただきます。ちょっとこれいらなかったですね。いらねえのかよ。今から程よい刺激を、私のビーチクに、伝えて、それであの私がちょっと刺激を感じつつ、ネタを進行していきたいと思います。まあ、そういう人のものまねやってますので、はい、じゃあちょっと出させていただきます。一応曲のタイトルが、程よい良いです。程よい良い良い、程よい良い、程よい良い良い、程よい良い、程よい良い良い、程よい良い良い、程よい良い良い、程よ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 、よ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 じゃんいか。くねくれ。このよっちゃんいかのくねくねのこのくねりをですね、利用しまして、この今で、これ自分の曲部のですね、これ一物までこのくねらしてですね、まあ、私多少最近ですね、インポなんですけど、そのなんかインポのなんか治らないかなと思いまして、このくねり、このくねりのうねりをですね使って立たせます、無理やり。まあ、一応ズボン履いてるんで分かんないですけど、一応こういう感じですね。今結構立ってる感じでイメージングしていただければと思います。でここからですね、ネタが急激に加速します。クララが立った、やりやりやっはーやっはーりやっはーやりやりやっはーりやっはーりやっはー、教えて、おじいさん、教えて、おじいさん、天下の使い方教えてよ、やりゃ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 、女の子なのに立ってましたね。でもご清聴ありがとうございました。